くれました菊池くんでした。もうすでにね暴走していて止めることができません。会場の皆さんにご案内いたします。まもなく午後1時10分よりこちら大ホールステージでご当地キャラクター大集合2022が始まります。どうぞ大ホールステージまで皆さんでお集まりください。なお会場内大変混み合っています。2階の客席も開放しておりますのでどうぞ2階の席もご利用ください。まもなくご当地キャラクター大集合2022始まります。今しばらくお待ちください。早めにトイレに行っていくで早くして何を考えていくで。キムチ君ありがとうございました。Yeah!
キャラクターさんたちお送りしていきます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後残ってるキャラちゃんだけでね、前出て前見てね、はい、皆さんにお礼言いましょう。はい、並んで並びます。はい、かさるちゃんも並んでください。ちょっとこう、はい、というわけで今日ね、まだあの、3時15分ぐらいからパレードキャラクターたちも加わりますので、はい、最後まで楽しんでてください。以上、ご当地キャラクター大集合、はい、でした。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、わかりました。了解です。いや、菊池くん来てくれてよかったね、先生。誰？菊池くん来てくれてよかったね。はいね。だいぶ助かったね。はい、はい、でもなんだろう、もう楽しんでるよね。楽しんでるね。愛があるね。愛があるね。一番に走っていたからね、ビリビリくんのところ。ビリビリくん怖かった。ビリビリくん怖かった。すごい速かったからね、後ろで。帽子かぶってるはずなのに二の一番で走ってっちゃう。確かにね、構成会議ブラックが来た。最高。今日しんどい。ダンスよかったです。なんでだろう。なんでだろうね。なんで？なんで？なんで？おかしいよね。あ、そうね。藤井風の歌でもあるもんね。うん、なんでなん？そうね。うん、違うで？なんでなん違うで？あ、違った？違うで？なんなん？なんなん？あ、そうか。そう。なんでなんじゃん？なんでなんじゃん？普通に聞いてどうすんの？え？なんでなん？なんでなん？自分なんでなん？藤井風、なんでなん？え、なんなんよ、いいやな。なんそう？なんでなん？これ、なんでこんかれ？なんでなん？11月になんかやるらしいんで、あ、そうですね。やつは、やつは、はい。
ペナは安くないだからね。何をしたいんや、藤井聡太先生。先生、2時になったから。あ、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。何やねん。